割と11月26日土曜日の夜なんですけど、あのー、ここのところ何日か分の雑談動画をご覧になっている方は、お前いつピザ取りに行くんだよと思った方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ちょっとあの、ピザ取りに行く時間を勘違いしていたんで、まあ、これこそ、本当に今度、今度、今度こそ、これを最後にしますけれども、なんていうか、郷土愛みたいなものを皆さんは持ってますかね。あのー、僕自身は、 これちょっと具体的な回数であるとか、具体的な場所、地名みたいなことを言うのは、ここでは控えますけれども、結構、いわゆるこう転勤族じゃないけれども、僕自身が転勤族っていうか、自分の父親っていうのかな、あるいはまあ僕自身がいろんな経緯があって、あちこち引っ越してきたんで、結構、 いろんんんなとこに住でできたんですよね引っ越しは何回も繰り返してきていて、ただ今この家はまあ住宅ローンを払って買った家なので、ここから引っ越すってことはもうあんまりないかなと思うんですけれども。で、僕はまああの東京の杉並というところに住んでいて、杉並区に住んでいて、でその杉並区っていうのは、一 一回学生時代に住んでいたんだけれども、まあ、ちょっとその家が瀬島になったので、もうちょい広い家に住みたいなって考えたときに、まああの、その当時は、その家賃では、その金額でもっと広いところには杉並区では住めなかったんですよ。だからもっとその郊外に移るしかなくて、まあ少し遠いところに行って、まあ三鷹に住んだんですね。東京都三鷹市ってところに住んで。で、まあ三鷹っていう町もどのぐらい住んだかな、何年住んだか忘れましたけれども、 三鷹もね結構好きなんですよ。でまあだから吉祥寺とか三鷹っていう JR 中央線の沿線に住んでる時が長かったんでね。だから僕はその中央線っていう路線に対するこの愛着はものすごい持っているんですよ。そしてさらにこの杉並区っていう区に区っていうのかなこのエリア、エリアって言った方がいいかもな。に対するこう愛着もすごくあって。 でただ僕自身は杉並で生まれたわけではないので、まあ、ちょっとだからその例えば杉並区の小学校とか中学校に通っていたわけではないんですけれども杉並区内の何て言うのかな例えば学校に通ったこともなけれ,なければ杉並区内で働いたこともないんですけれどもでも、まあ、これだけ長く杉並にいると杉並区に対する愛着が湧いてきているって感じはするかな。 で、それ以外で言うと、僕は高校の影響が大きいし、あとは今の職場ですよね。今の大学ですよね。この3つは大きいかな。だから、その、郷土愛ともちょっと違うけれども、ま、ああのー、この間対談したある人が、その、海外に留学したことがあって、その留学先の、留学先の国というか留学先、留学した街ね。ある街で、 ある町が自分にとって第二の故郷だみたいなことを言ってましたけれども、まあ、僕にとってはまあ自分が生まれた街っていうのは東京都東久留米市っていうところなんですけどそこはもう本当に全く記憶がないですねでその後あちこち転々としたりしたもんだからまあふるさとって言われると今僕杉並なの杉並みたいなところかもしれないですねそしてそれ以外にまあ高校であったりとかあとはえっとまあ大学という職場であったりとか あとは、まあ、たまにか、あの、SNS とかにも書きますけれども、やっぱ吉祥寺かな。あの、中央線、沿線で、まあ、なんかね、時々この住みたい街ランキングも出てきますけど、吉祥寺は、やっぱり僕自身は高校時代から行っていたようなところなんでね、その遊びに行くといえば吉祥寺ね、時があったんで、吉祥寺っていうのが、まあ、心のふるさとみたいな感じですかね。 杉並は今住んでいるので、別に杉並区内を歩いていて、泣きそうになることはないけれど、吉祥寺に行くと、吉祥寺のその路地一本曲がったところで、ああ、あの時こういうことあったな、みたいなことを思い出したりして、ちょっと泣きそうになる時ありますけれどね。なんからそういう街が、こう、元気であってほしいなっていうのはありますね。だからまあ、杉並区ってとか、あるいは吉祥寺ってのは、今別にこう、なんていうのかな、それぞれ賑わっていると思いますし、今すぐこう、錆れるってこともないと思いますしね。 まあ、うちの大学も今すぐこう、うこうってこともないと思いますけれども。でもまあ、それぞれの場所はね、大学も含めてね、まあ、さらに元気でね、あのこれからもあってほしいなっていうのはありますね。だから、それがまあ、郷土愛って言い方でくくっていいのがわからないですけれども。でも、ちょっとそういう自分がお世話になった場所であったりとか、自分がこう、元気をもらった場所に対して対するこう愛着とか愛情みたいなものは、これから持っていきたいなと思いますね。ほんじゃまた。